今日はこの家の裏にある竹を22本ほど切っていきます。まあ、切った竹はですね、また再利用します。Okay, how about Hagi? Oh, beautiful. It was beautiful. Amazing. Yeah. Amazing. My favorite part of the trip. Yeah. Oh, thank you. That was the best part of the trip for sure. Thank Hagi you. Hagi Santo goes to a mountain. We saw the best view of Hagi. Uh-huh. We're really grateful for them sharing their house with us. Mm-hmm. It was incredible. Great experience. The best part of the trip for sure. Yes. Thank you, Hagi Santo. Yeah. Thank you so much. ニンニク。うわ、立派。よいしょ。最後ラスト1個。できた。じゃーん、見えるかな。家の裏で取ってきた竹で作った、支柱です。まあ、今年はですね、ナス科の、まあ、トマトとか、あとはウリ科のキュウリとか、まあ、かぼちゃとかゴーヤとかもあるんで、まあ、多分たくさんつるが巻きつくだろうということで支柱を立ててみました。まあ、普通に立てても面白くないんで、まあ、竹とか家の裏に生えてた竹を使って建てました。でここはちょっと高台なんで、あの風が吹きます、結構なんで、ちょっとあのこういう感じですね。支柱だけでなく支柱を支える支柱も2箇所入れています。これで多分、強い支柱になったのかなと思います。以上です。
何もないよ。1024g か、このカゴ。なんで1キロ見てんの？分からん、どうぐらいかなと思って。消えてないね。